チス誰も知らない凡人ことイカレハロスケです。みんなハロだね。はやってきたねクリスマス、そしてやってきたねステップアップ抽選配給5。おいこちとらよ、ない金絞って年末によ、もしや半額4ステップでもと思ってよ、用意してきたのにトークンをよ。しかもこれ別じゃねえか、ちょうどいいってもんだ、アイザックカスタム。まあ一応この中にも入ってたけど、ピックアップされてないけど、これ引かなきゃだって5倍だぜ。でも、今トークンないから、とりあえず、ステップ4まで4倍の性能ってやつをさ、見せてもらおうか。ってことでしょ？いや、ハイザック欲しいけど、これ、こんなの全部全機体取ってる人以外回さないとダメでしょ。というわけで、ちょっとね、いつもだったらこっちなんだけど、さすがにちょっとさ、4倍はさ、気になるよ。私、めちゃくちゃ欲しいゾックと、ビッグディアス。ここ出てないからね。ちょっとこっち行ってみっかい。かぶるか。こっちもハイザックカスタム出るんで。出るんでね。行ってみっか。4倍まで。これがこの、イカレタコスケの限界ってことか。でもまあ、ハイザックカスタムが出てしまえば、他のも倍率アップしてるわけだから。もうこれ勝ったも同然ですよ。あ、勝ったも同然です。頼みますよ。まずは何倍ですか ?1.5 倍ですか。オッドザクキャノン、ラピッドタイプですね。何が 1.5 倍なんですかね。ミディアの数はやめてください。ミディアの数5倍とか、算数できなくなるんでね。星さんがって言ってた。星さん確率が全部上がってた。星さん確率が黒い3連星。いつもと何も変わらない。いつもと何ら変わらない。今俺間違、無料10連回してなくない？あれ？これ無料10連？ちょっと頭おかしいぞ今日。大丈夫か？ねえ、武器しか出てないけど。これ無料10連かな？あ、私これ無料10連を多分間違えて回しちゃいましたね。この感じね。1.5 倍どころじゃないですね。これが私の 1.5 倍という、これでまあハイザックカスタムあたりとりあえず出して、行こう。カスタム違い。カスタム違い。さすがはステップアップ配給です。何かな。あ、持ってないけど、ガンダム。まあ、よし。よし、持ってなかったかな。これ、おい、みんなクリスマス切ってんじゃないのこれ。これ放送終わった後、トークン買ってくるか。放送じゃねえや。これあれ、なんだっけ、この動画が終わった後、トークン買ってくるか。もうちょっと頑張って。もう来週の、でも待てよ。来週が本編じゃねえのかい。ねえ。まだクリスマス1週間前でしょ。でも来週も26日だから、クリスマス終わってんのかね。皆さんは、クリスマス、どんなご予定ですか？私は、親戚の、軍団と一緒に、ザクキャノンラビットタイプ。ゲームができずにね、ケーキを買ったりと出費がかさんでおります。いや、いいじゃないですか。1.5倍で1個ってことは、4倍までに4つは出るってことだな。とりあえずこれ忘れてましたね。これ回していきましょうか。10連。まあ実質これで50連ですね。これ出るのかな？ハイザックカスタム。これ出るんだよね、ハイザックカスタムね。これでハイザックカスタムとか、先週取り逃した、ビームサーベル。じゃ、ヒートアクスか。あっちと、ビームガン。これで、まずはいただいていきましょう。最近ちょっと運がひどかったから。先週はいい感じに出たけども、なんつうの、いざって時に、全く運が働かない、そういう病をね、背負っていましたから。頼みますよ。無料10連、ちゃんと夢見せてね。無料10連ね。打撃だ。そのグーの中には一体何を、なんだ、明日は僕らの手の中みたいなね。そういうことかな。もう明日になったらよ、お前出なかったらすっからかんの男がそこに突っ立ってるだけなんだよ。ちゃんと頼むぞ。何にも出ねえな。無料10連。
無料充電何も出ないな。まあね、さっきのね山があったからまだ私の心余裕ですけど、まあさっきのマドロックが出たから、とりあえずね星さん出たから厄払いだよね。厄払い、よしよし、そろそろ厄も払われ、私のとこにクリスマスツリーがやってきりきり。そうなんだけどねそうなんだけど、どう思ってんだよサンタさん。僕それ死ぬほど課金して手に入れたんだ昔。だからね、かぶってんのいらないんだよサンタさん、間違えないでくれよ。まあ頑張ったか。おいサンタさん、今度こそ間違えないでくれよ。今度こそ間違えないでくれ。こっちが本ちゃんなんでしょ。くー、何これ、ロックマンのパーツかな。まあ無料にしては頑張ったとは言っておこうか。まあこれはねおまけだから、本編はこちら。ハイザックカスタム気になるけど、こっち逃すって言わないからな。次はなんと星三確率が2倍です。今日の運だとやばいんじゃないの。もうすでに星三2つですよ。やばいんじゃないのこれ。もうすでにやばい音が、すでにやばいサンタの音がする。ジングルベール、ジングルベール、ははん、今日は楽しいガチャの日。ヘイサンタさん、ドーム好きだね。サンタさん、ドーム好きだね。持ってんすわ。ジングルベール、ジングルベール、見てあんなる。今日は楽しいドーム祭り。サンタさん、僕持ってんだぞ、これ全部。平等にさ、平等にちゃんと持ってないものな。お願い書いたやろ。ナーチヘド吐きながら、ゾックとか。な。確かに当時はそれ欲しかったけど、持ってたらな、もう違うものになってしまうんだよ。うん。ディアゴスティーニみたいに部品を送ってこないでください。よし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 。まず、この辺でハイザック出しとこう。星さんだからね。ハイザックも、来る。来ない。ちょっと、ま、そうだよね。ま、そうだよね。星さん確率2倍ってことは、そもそも0だったら、2倍しても0なんだよな。そういうことが言いたいのかな。そういう、大人の都合を、汚い大人の都合を、地球の重力に、魂を引っ張られてる、アニメじゃない大人の都合を、私に押し付けないでほしい。0×2 は、ゼロなんだよ、坊や、みたいなことを、1万円と引き換えでは、あんまりではないか。もっと盛り上がっていこうか。みんなが寝静まった夜、窓の外を見ていると、僕は絶対に、パパなんて見てない。常識という目だけで、サンタの正解は出ました。おい、なんだ今の絶望的なのは。歌ってたら絶望が降ってきたぞ。ちょっとあと20連だからね、サンタさん。頼むぞ。大丈夫か？大丈夫か？これ3倍だよね。3倍だよね。3倍ってどれぐらい？ 30 連と同じってこと？ 30 連と同じだとちょっと話変わってくるな。私30連でも星さん出ないといけないからね。だから、1個の確率が 1% か 3% ってこと？だったらまだあるかも。
だったらまだあるかも。 2% か 6% ってことでしょ。ヒートサーベル強化レベル3倍ってことじゃないよね。頼むよ。星には関係ない、星には関係ない、星には全然関係ない。あ、そう。おお、そうでしょう、そうでしょう、そうなきゃ困るでしょうよ。ねえ、こちとらよ、今さ、2倍すっ飛ばしちゃったからね。はい、キー、ガンダム。なんでだ、お前。ニューのさ、ダメだって、お前。ビンゴと同じなんだよ。持ってないところをな、お前たちが埋めてしまうと。さらに持ってないやつは、もっと確率が下がっていくんだ。今な、10分の1だった穴が、お前さんに埋められて、そしたら10分の0じゃねえか。ふざけんな。どけ。どけんだ。どくんだ。だって、リックディアスとかゾックとかさ、まだニュー埋まってないのいっぱいある。アームパンチ。お前も埋まっていなかったのか。ディアゴスティーニ。じゃあ、じゃあ、まだあるって、ガンダムしか来てないぞ。俺が使わない支援ガンダムしか来てないぞ。違うんだよね。持ってないけどね。おい。出番はなくないんだけど、サンタさん、サンタさん、サンタさん、世の中にはガンダムじゃない方が好きな子供だっているんだよ。子供じゃねえけどよ。な？心は子供だ、おい。な？いるんだよ。あ、ちょっと違うんだ。似てるんだけどね。ザクハイザックカスタム。俺、サンタさん、おしまいみたいな顔してませんか？おい、今プレゼント配ったよね、君、みたいな。そういう顔してません？サンタさん。入ってんだろ？その袋の中にはよ。はいはいはい、そうよそうよ。ガウの袋の中に入ってんだろ？ハイザックカスタムとか。ゾックとかよ、それをくれって。違うっつんだろ、ガンダム知らねえのか、サンタ。それガンダムっつんだよ、その、角が生えてるやつはよ。持ってるっしょな？おい。おい。おい。いや、確率はアップしてんだけど。俺の中の確率が 1% たりとも上がってないんだよね。そこはセルフサービスかい？そこはセルフピックアップなの？欲しいの子よ。4倍だぞ、これ。4倍だよ。4倍だよ。尋常じゃないよ。シャアもびっくりですよ。4倍だぞ。やめろよ。やめろよ、赤4倍は。4倍だよな。4倍だぞ。もう2個回ったぞ。2個回ったぞ。10連で1個星3が出る確率だったら4個出るってことだからね。そう、0個だったら0個なんだけど、もし万が一星2個だったら、星32個が出る確率だったら8個出るってことだよ。もう来るでしょ、ここでキン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 って来るでしょ。もうそういうガチャでしょ。惜しいな、サンタさん。それ持ってるんだけど、そういうのなんだよ。それなんだけど、持ってんだ、それ。あ、もうちょっとね、もうちょっと変な形してんだ。俺の欲しいやつ。もうちょっとね、変な形がね、かっこいいけど違うんだな。違う、確かにガンダムじゃないんだけどね。ちょっと待ってくださいよ。あと何回？俺ちょっと待って。ねえ、お、やったやったやった、それ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 、これで喜ぶとか意外だったかもしれないけど、それ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 、そういうこと、そういうこと。よしよしよし、サンタ来てる、サンタ来てる、オッケー、サンタ来てる。これ来年も契約結ぶわ、これは。あ、来てる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 、これでサッカーが、サッカーがカッカカッカカッカカ。そうなんだ、確かにクリスマスだし、今回の大当たりなんだけど、それだったらケンプファーの方が欲しかった。わがまま言いすぎですか、サンタさん。僕はいい子にしすぎ、来たね、来てる来てる。これ4倍すごいぞ、これでざっくり違うんだよ。ガンダムじゃないんだ。なんでなの？なんでサンタをガンダムしか持ってないの？ジオンが好きな子もいるから。あ、僕、これもう、
これもうどう？ラストクリスマスある？ラストクリスマス。ラストクリスマス。雨は夜更けすぎに。ザクエ。すごかっただけだね。すごかったんだけど、ケンプパーの方じゃなかったんだね。あと一回。サンタさん。サンタさん。サンタさん。これが私の最後の願いだ。うん、星さんなんていらない。でも、ミデアもいらない。欲しい。これは間違えるわ。うわ、なんでこの5ステップってのがなんだよ。じゃあちょっとさ、せっかくだからね、持ってみますか。ビームライフルの方も欲しかったけどさ、こんな感じですか。これだからな。で、今回ってこれケンプファーレベル3なのかな。そっちの方が良かったか。でもまあ別になんか変わるわけじゃないのか。ケンプファーレベル、あ、アレックスもレベル3なんですね。性能だけ見とく、せっかく出たから。アレックスレベル3、元を知らないけど、あとなんかちょっとついちゃってるけど、とりあえず1万 期待 HP 1万5000かな。違う、2万1000今。あれどっちだっけ。ダメだ、頭パンクしてますね。全体的にバランスがよく、射撃補正31の格闘補正23、スピード130、スラスター65、そして90ミリガトリング砲は威力138、頭部バルカンが73、シールド3600のアレックスビームサーベルは2100。ここはまあ持ってないもんなっていう感じらしい。まあ持ってないから分かんないけどね。さあ、ヒートホーク振りに行くか。お、あ、なんか面白いの来たらしいね。なんだっけ、あれあれどこに来てんの、これか。あ、これはランクマッチだな。なんか新しいの来るって言ってたね。まあ、今日じゃないのかな。ミックスバトルとかいうのね、あれ面白そうだね。敵500だったっけ、400だったっけ。お前500でいいか。何が違うんだろう、なんか違うんですかね、斧のハイザックは。よく見てなかったけどね。火力高いのかな。さあ、やっぱりザクって言ったらね、ハイド、わ、かっこいいね。なんかかっこいいな、斧。なんか違うんですか。散々変わらない、変わらない、変わりません。ちょっとでかいか、まあ、ちょっとでかい気がする。気のせいかい、そんなことない。ちょっとでかい感じしない。まあでもまあ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 、ビームサーベルと比べたら私は圧倒的にこちらよ。ああ、味方を巻き込みにくい、このジオン伝統の斧よ。バトオペ初代のさ、思い出が深いせいか、この N 角じゃなかったような気がしちゃうんだよね。下からな気がしちゃうんだよね。さあ、ということでございました。ちょっと長引いてますが、斧の戦闘力を見せてください。斧の火力を比べさせてください。何が違うんです、見た目だけですか。何が違うんです。ビームも欲しかったぞ。あー、でも火力高いね。でも CT が長いのかな、わかんないけど火力高いですね。単純に強いんですかね。まあ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 、ハイザック使う上ではザク好きとしてはまあよかよか
よかよか。というわけでした。皆さんも今回あの5ステップはあるんでね、あの全然期待が集まってない人はぜひこっちを引いてください。ハイザックカスタム、まあ言うたっておめえ来るだべ、来るべ。あれかっこいいな、おいかっこいいな。やっぱゼータ世代行くからな、見た目もちょっとあの重厚感出ていいな。それでは誰も知らないハロスケ、あ、じゃあイカレタコスケ、凡人でした。 See you again。